はい、竹内です。こんにちは、こんばんは。ということで、新潟県の予想していきたいと思うわけなんですが、雨ね、降ってたのにね、金曜結構、木曜か、結構降ってたのにね、金曜時点のクッション値が高めで、土曜もね、9.7、発表でそっからまた雨っていうことで、まあ、なかなか難しい、また天気がね、ずっと何ヶ月も続いてます。はい。クッション値9.4以下の買い目を僕はね、新潟記念では買いたいんですよ。買いたいと願うんですけど、まあ、9.5 以上に、ね、なる可能性もたっぷりあるということで、まあ、両方お届けしたいと思います。まあ、ちょっと8月ダメだったんでね、9月こそリベンジ。で、クッション値 9.5 以上の場合の本命、エヒト。はい、まあ、エヒトね、調教が良くても、あんまりね、注目しなくていいタイプではあるって話したんですけど、ちょっと方向転換しました。前走の七夕賞こそクッション値 8.8 と低かったですね。全体的に見ても高いところで勝ち切れてはいないと。ただ、新潟の芝の 2000m が初であることで、コースのクッション値 9.5 以上のルーラーシップ3区の成績がいいということで、また 9.5 以上になったとしても雨また降ってますからね、大幅に数値が上がることもないであろうっていうところですね。そこの保険もかけての本命ということにしました。で、調教的には今言ったみたいに、まあ、反路でもともと動く馬なのでね、タイム的には良くても特別しなくていいんですけど、姉妹2波論を11秒台でまとめた内容もそうですし、反路が速くて当然のものは森急車なんですけど、11秒台のラップがね、ある時の勝率とか馬券率ってひたすら高いので、その点はね、まあ、プラス材料として素直に、受け止めたいなっていうふうには思ってます。はい。まあ、前走ちょっと出来すぎにしてもね、調子の維持がされてるなら、前走調子良かったと思うのでね、あの維持ができてるなら、それ以上のね、可能性もある時計なので、時計というかラップは刻んでいるので、まあ、連続構想を期待したいなと思っております。で、クッション値 9.5 以上の方の対抗のが、スカーフェイス。はい。まあ、追い込んで上がり上位狙いだったらクッション値が低い方がいいんですけど、ね、今言ったみたいに 9.5 以上になってもそこまで上がる可能性はないと思うので、ちょっと天気予報があまりにも信頼できないんでね、あれなんですけど、はい。まあ、それだったらこの 9.5 とか 9.6 ぐらい、9.5 以上でも 9.6 ぐらいまでのね、キワキワな数値の時でも安定している馬ですし、まあ、万が一朝 9.5 以上でまた雨が降って、馬場が渋っても OK っていう点からですね、これもちょっと天気の可能性と、まあ、保険をかけるみたいなところで、はい、スカーフェイスを対抗に選択ということにしました。でもね、こんなこと、こういう考え方で予想しなきゃいけないぐらい、最近の天気がちょっともうあまりにも不確かなので、ちょっとね、なんか前日予想っていうのもどういう感じに今後なっていくんだろうと、もっとね、天気がおかしくなっていく可能性もありますからね、今後、日本が。はい。調教的にはコースの特注パターンに該当している、スカーフェイス。はい。天馬もこれは非常に大きな後押しですし、まあ、この辺気になる方はね、対策動画とか追い切り動画見ていただければなと思うんですけどね、アップしてますので、このチャンネルに。はい。で、馬自身、厩舎ともにも、まあ、減点もないということで、まあ、これは、評価的にはいいかなと思いました。まあ、後方からなのは仕方ないとしてね、外に出しすぎずに真ん中ぐらい割って出てこれたらチャンスはあるんじゃないのかなと思います。まあ、ちょっと新潟、真ん中伸びる時でもね、外に行かなきゃっていう風にジョッキーの方たちがちょっと思いすぎて外行ってね、距離ロスした分届かないっていうケース多いので、まあ真ん中ら辺割ってきてくれたら面白いかなっていう風には思うんですけどね。で、クッション値 9.5 以上の時の3番手エクスプロージョン。はい。まあ今年になって本当に馬がすり替わっていてもね、ああそうだったんだって納得するぐらい別馬のようになってね、大爆発、はい。エクスプロージョンしてるわけなんですが、過去5戦して3勝、馬券外がない。本当に勢いが顕著だなと思います。はい。で、新潟では、クッション値が低い時しか走っていないというところもあって、でも中京では高いクッション値にも対応しているっていうところですね。だから両面いけるだろうなと。まあ、早めに中段あたりまで動いてね、直線に向かう形なら、少々最後止まっても問題ないような、クッション値 9.5 以上であればね、多少止まってもいいので、そこもいいかなというところですかね。あと、まあ、うちでの対応もできる馬であると。で、調教的には、その馬自身はね、調教でそんな動かないです。ただ、これまではね、あまり変わらないというか、いつも通りなので、まあ、そこは問題に感じないかなと思います。で、厩舎としてはね、今年はね、この手の馬が走ってるんですけど、まだわかんないですよね。これ、要観察して今ね、追っかけてるところです。はい。調教はなんか微妙なんだけどよく走るなっていうことが多いので、ちょっとそこはね、チェックしていかなきゃダメかなと思ってます。はい。で、コース的には本当に全く好成績なパターンには該当していません。はい。なので、まあ、その分もあっての黒三角ですかね。ここが違ったらね、印がもっと重くなってたかもしれない。対抗と変わっていたかもしれないなっていうふうには、はい、思います。で、買いたいのはこっち。クッション値 9.4 以下になってほしい。もう僕は買いたいことぶきテティス。はい。現在最低人気ですけど。めっちゃ買いたい。これはもう対策動画の時からずっと買いたいと言っていたことぶきさんです。はい。クッション値低い場合ですね。本当に平日からずっと押してきたんですけど、これね、過去にクッション値が 8.6 から 9.4 の東京を参戦してるんですね。
ね、全部上がり1位の3勝なんですよ。はい。で、新潟のこのコースもクッション値が低ければ、まあ上がり1位の馬っていうのはすごく成績がさらに良くなるっていうところもありますし、うん。で、このクッション地帯、左回り、参戦して、全部上がり1位で3勝している。まあ、久々になりますからね、試しに出てきただけの可能性はあるんですが、それでもね、この条件が揃って、人気がなければね、なければないほど当然馬券なんて買いたいですからね。うん、人気がないっていうことはそれだけでプラス条件なので、それはね、ちょっと、どうしても狙いたいなって思ってます。なので、クッション地 9.4 以下になってほしい。うん。はい。で、本当にね、そうだな、クッション値 9.4 ジャストとかでね、晴れちゃうとまた話が変わってくるんでね、もう、降るならもっと多めに降ってね、どんどん降っていただいて、朝の発表の時にも、9.0 とか 9.1 ぐらいだったら理想的かなと。そしたら満塁ホームラン、打てる可能性もあるんじゃないかなと思います。で、調教的にも新潟の芝の2000メートルで期待値の高い美穂の地味半路加速ラップというものになっております。まあ、これも気になる方はぜひね、対策動画見てください。で、厩舎としてもね、人気層を構想させることっていうのは結構珍しくないですし、まあ、いつものね、ウッド調教じゃなくて、今回半路で出てきて、それで特注に該当したっていうことも含めて、本当個人的にはね、買うしかないなっていうふうに腹をくくれました。で、クッション値が低い場合の同コースで、ディープインパクト3区の成績が良いと、今回3頭出てますけど、まあ、その中からちょっとカイザーバローズをチョイスということになりました。まあ、1頭以上が馬券内になっている割合が6割もありますからね。で、まあ、少なくとも今回1頭入れたいなというとこでした。まあ、内側に入った2頭もね、穴で楽しみだったんですけど、まあ、一応、ことぶきテニス20丸から行くので、これでことぶきさんがね、まあ、100回やったら2回ぐらい構想してくれると僕は踏んでるんですよ。その2回を引いた時に紐が抜けてたら結構切ないので、まあ、置きに行くっていう意味も込めても対抗であることは否定しません。で、カイザーバローズのこの本人的にもクッション値別の成績はある程度万能であると。で、決め手もある馬で安定感も高い。2走前の新潟大賞典が 0.1 秒差の2着という結果を出してます。で、本当に謎にね、力出せず6着になることが3回あると。まあ、666ということで、なんか都市伝説みたいなね、何度も不吉な戦歴なんですけど、で、あとね、その合わせが遅れている時に勝ちきれないっていうところも気になるんですよね。なんで、ここがね、一つ気になって、で、今回、バシッと先着していたりしたら、場合には、カイザーバローズ本命で、もう対抗で穴としてことぶきっていう手もあったんですけど、まあ、今回の内容だったらそうですね、対抗にして、思い切ってことぶきから本命で行ってみようかなと思いましたね。で、まあ、調教的にはいつも通りかなと思います。まあ、ウッドの時計はいつもよりいいっていいぐらい。で、まあ、厩舎としてはこれは好成績パターンにもハマります。コース的にはウッド1枚11秒台でも成績が良くないっていう、まあ、珍しいコースにはなるんですけど、まあ、期待値の部分っていうのはね、ことぶきさんに依存している回目なので、まあ、そこは目を閉じて、はい、それ以外の部分がいいので、まあ、上位、期待しています。で、クッション値 9.4 以下の、3番手、フェングロッテン。はい。調教の部分では、これ、コース特注に該当しているというところもあります。馬自身もこれもいいですし、はい。厩舎としても悪くない内容であるというところがまずあります。で、フェングロッテンの戦歴ですね。戦績的に、クッション値 9.5 以上全敗してるんですよね。2着1回はありますけど。で、9.4 以下って全馬券内なんですよ。で、3勝していると。で、低い時に構想続けて人気になって、高い時にぶっ飛んでほしいタイプなので、まあ、今回低くなって構想してくれて次もっと人気でクッション値が秋でね、高いところ出てきて、人気背負って負けてくれたら他、ね、他のところから穴狙うみたいな。そういうところまでちょっとね、妄想はしているんですけど、はい。まあ、クッション値低い方が明らかに成績が良い馬なので、3番手に入れておきました。で、新潟記念イレブンベッド、まあ、キワキワゾーンは 9.4 から 9.5 ということで、はい。9.4 から 9.5 の朝の発表だった場合にはもうね、副賞を除いて両方買うという形を取らせていただきます。クッション値 9.5 以上本命からエキとスカーフェイス、エクスプロージョン、控えにヒートオンビート、両方ヒートオンビートはまあ控えに入れておきました。はい、取り消しの馬が出たら黒三角に繰り上がります。クッション値 9.4 以下コトブキテティス、カイザーバローズ、フェングロッテンというところで、はい、まあ、ちょっと本当にコトブキテティスを買いたいので、別に最下位でもまあ文句はないっすわ。うん、人気が人気なんで。なんですけど、この条件ね、うん、構想した場合に後からああそうだってなっちゃうタイプなので、それは避けたいなというところもありますからね。はい。なんで、ことぶきテティスの淡幅っていうところが一番重きを置いて、はい。で、万が一、うまくハマってくれた時の、そうですね、イレブンベッドでドカンっていうパターンを買いたいですね。最悪、カイザーバローズとフェングロッテンの、まあ、副賞とワイドっていうところが保険になっているというような構図になっております。
はい、そんな感じでお届けしました。この動画の次は小倉2歳ステークスの方の予想もアップさせていただきます。ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いさせてもらっていいかなと。はい、いいと思うってね、いうことなんで、はい、ぜひね、登録してください。競馬本著者をやっていますということでね、このクッション帳読むという本を出してから、まあ、気象情報、気象の感じがおかしいということでですね、まあ、言われますけどね、うん。何でしたっけ、歴代初、歴代一番早い、2番目でしたっけね、早い梅雨明けだって言ったぐらいにこの本出たんですけどね、昨日気象庁が、いや、梅雨明け実は1ヶ月遅かったですっていうことでね、うん、そんなこと国民みんな分かってましたけどね、いや、梅雨明けてねえじゃん、これって、毎日雨降ってんじゃんっていう感じでしたけど、そんなことがあったり、競馬開催日になると、クッション値測定後に、ゲリラ豪雨が来るというようなね、そんなあの魔の本になってしまいましたが、秋はね、そろそろ、天気が落ち着いてほしいなっていうね、週末だけじゃないですからね。まあ、平日ももう晴れ予報、ね、晴れマークいっぱいついてるから洗濯物干しました。1時間ぐらいしたらダーって音が鳴って、天気予報マーク見たら全部雨になってるっていうね、そんなありかよっていう感じですけどね。はい。まあ、そんな感じなんですが、まあ、秋はね、天気も良くなることを祈りたいんですけど、それより今ね、台風が来ているので、まあ、進路的にはだいぶ西寄りになったのかな。はい。韓国の方に行くような感じにおそらくなるのかなと思うんですけれども、それでも九州の方とかね、雨すごいと思いますし、その後ですよね。その後、カクッとこう、北海道の方まで行く可能性があるので、まあ、早め早めの準備を皆さんしておいていただけたら嬉しいなと思います。ということで、こんな感じでお届けしました。次の動画、小倉2歳ステークスの方でお会いいたしましょう。竹内でした。バイバイ。走れ走れ走れ